てるの。で女性ばっかりが集まって今女性の起業家で何かしようっていうことで今日こういうのを開きましたんですけれど、何かできないかなっていうことを考えて越前おろし麦とろっていうのを作りました。福井が大麦が日本で一番取れるんですよ、生産で。それで、ね、その麦を使ってということで麦とろろ、ご飯に麦入れてとろろをかけてっていうことで今回今したんです。はい、全部福井のものを使ってますんで。ごめんなさい。うまい。最高。ぜひ食べてください。アレルギーがある子でも普通のクリームシチューと同じように食べられる。野菜を切って無添加のコンソメだけ入って、あとは米粉を溶いて全部とろみ漬けにしてます。アレルギーのある子を対象にした子育てサークルで、八代南公民館でお料理会をしたり、あとはもう屋外でバーベキューをしたり、いろんなイベントをしてます。福井産のティロールコシヒカリ 100% 使って日本酒を作ったんですけど、お米もアレルギー体質の人とかそういう人たちが食べてるので、じゃあこの食べてるお米でお酒が作れないかなと思ってコシヒカリ 100% で日本酒を作りました。日本酒を今まで飲んでいらっしゃらない方にぜひ一度飲んでみていただきたいということと、いつも日本酒を飲んでいらっしゃる方も一度ぜひやっぱり手に取って飲んでみていただきたいお酒だなと思います。名前の土って言ってね、鉢に植えてもいいし、花ね、で畑に入れてもいいし、あと生き生きしてきますし、土がホロホロになって、で食に安全、体に安全。ここ5人でやってます。野菜も密度が濃くなって重くなって美味しいんです。トマトは甘みがあるね、酸味が少なくなって甘みが多くなる。もうないんです、売り切れちゃった。駅前にあるザ・チェリーフォレスト、チェリーちゃんのお店なんですけど、手作りで可愛い雑貨がいっぱいありますので、ぜひ来てみてください。でこっちがチェッカ、アジアン雑貨のお店なんです。ロフトの裏のちっちゃいアーケード側にあります。よかったら来てみてください。私、福井の街づくり委員会町友の彩菜と申します。こうやって駅前の魅力を再発見してもらえるような活動をしてます。今度11月8日に駅前の活性化イベントとかもやって、そうですね、あとは西口開発の提言とかみんなで作成したりしてます。まちづくりに興味がある人とかを募集してます。よかったら一緒に福井の町おこし的な活動をしてみませんか。全部柄が違います。日本家屋に合うわ、これ。あ、うん、日本家屋に合うわ。この国には残しておかなきゃいけないものがあるっていうのが私のテーマになってて、伝えていかなきゃって。でもおしゃれじゃないとね、伝えられませんね。ハオリハオリ、そうそう、暑くてもう着られなくてごめんなさいね。お米を農薬使わないで濃いを泳がせて、で除草をしてるっていうところのお米の米ぬかで作ってる石鹸なんで、米ぬかだけの油なんで、すごい良心的にっていうか、もうすごい良質な石鹸なんで、これは私はもう手放せない。台所とか
お風呂とか全部顔洗うの体も全部これで使っていいところの米ぬかを集めてそれで作ってもらおうって一応話はしてるんだけども、今年中にはこう福井 の米ぬかで作った設計はできると思ってるんです。このイベントを通してまた今後どうしておくかっていうのを考えてるんですけど、今までも交流会っていう感じで、ね、話をしてそれで終わりっていう形だったので、なんかもっとみんなでつながって面白いことできたらいいねっていう、なんか盛り上げてなんかやろうっていうのが私なんか元気があるかなっていう感じです。福井が何か携わるもので染色できないかということで、例えばこのツツジとかだと、小さい頃遠足で行ったな西山公園とか、彼女と行ったなとか、プロポーズしたなとか、子供を連れて行ったなとか、皆さん その人生の1ページになる場所で採取された家族に対する思いとか、でまたふるさとに対する思いとか、そういうようないろんな思いというのを大切に、なんかこの中に込めていけたらいいな、それが皆さんに伝わったらいいなと思います。学校じゃないよ。お友達へのプレゼントとか、入園入学グッズを頼まれて作ったりとか、そんなことしかやってなかったんですけど、たまたまお友達がこういう企画があるからどうって肩を押してくださったもんですから、清水の舞台から飛び降りて骨折しそうです。ちょっと踏み出してみましたけど、やっぱりドキドキもんですね。ステップアップじゃないけど、ちょっと進めたらいいかなって自分で思ってます。みんなで一緒に楽しんで飽きんとしようよっていうその思いっていうのも参加させていただいてすごく感じてるんで、本当に感謝してます。福結び会っていうのは福井市内の女性の起業家さんをつないでる会なんですよ。でそこでやりたいことっていうのは、福井を楽しむっていうことを考えること。で福井にはいろんな素材があるので、それを私たち商売をしている人間が商品作りとかサービスの中に盛り込んでいって、オリジナリティのあるもの、面白いものを作っていこうっていうことだと思うんですよ。で福井を楽しむっていうのは、自分たちが福井の面白い素材を見つけて楽しんでこそみんなが楽しくなる、それが地域の活性化であり、そこが持ち上がってくれば私たち商売しているものも一緒に持ち上がることができる。だったら女性でパッと仲良くなれる特性があるから、そういう女性たちがつながって、でなんていうかな、その地域全体で上がっていくっていうようなところを目指したい、そういう会の集まり、まず第一歩ここです。福井の中のいいものをそれぞれ商品に盛り込んで出展してくださっているので、見ていただければみんなキラキラしてるのが分かるかな。